へーへーへー、日本の皆さん元気でしょうか。とうとうブラジルのサッカーも本当にやばいことになりましたね。もうサッカーどころかスタンドで喧嘩するし、試合は全く良くないし、もう唯一良かったブラジルのサッカーが少しこう涙が出そうなぐらい、もう本当に大変な方向に走ってきましたね。ちょっとこうどうにかしないと大変なことになります。トゥーヤさん、ちょっとブラジル暑すぎませんか、これ。やばいね。しかも半袖じゃ無理だからね。日焼けすぎて大変です。やっぱ酒飲まないとやってられないし。トゥーヤさん、こんな暑いとこから日本に帰って大丈夫ですか、これ。いや、もう行くのやめようかと思ってダメでしょ俊介さんに怒られますよ、本当。俊介さん待っていってよ。本当だ。まあ俊介さんも待ってると思いますけど、やっぱりメンバーが待ってますからね。まあメンバー待っていてくださいね。やっぱブラジルのシュラスコも美味しいですけど、やっぱ日本のあの店のシュラスコもやっぱまた違いますよね。また違いますよね。また違った味でも、シュラスコはシュラスコです。どんな形でも美味しい。食べ方とかも教えたいっておっしゃったりするんですか。はい、そうですね。まあ手で食えないんでね、ちゃんとね、フォークとすいません、ナイフを使って。そうそう、牧場のバーベキューパーティーとはちょっと違いますけどまあでもちょっとみんな来てほしいですよね。久々に会いたいですね。楽しみたいです。テレさん、おはようございます。おはようございます。ブラジル代表ピンチですね。いや、ピンチどころか、もうやっぱりね、監督の選び方、チームの募集の仕方、これはね、金のことを目当てに考えてんだなと。これはブラジルの国民の皆さんがブラジル代表から遠ざかっていく一方です。そしてトゥリオさん、好きな T シャツを着られてますね。はい、うわ、いつも泣き、本当にナイキに感謝してるんですけど、今回は特別にね、少しこれから未来を考えながらのプロジェクトを作りまして、この T シャツを記念にね、やっていきたいと思います。ちょっと聞いた話なんですけど、世界で20枚しか作ってない限定 T シャツということなんですけど、9日のイベントにサイン入りで提供していただけるって聞いたんですが。そうですね、本当に限定で作ったんですけど、本当にこのプロジェクトに関わる人たちだけに配られた T シャツなんで、これはね、イベントでみんなにできるだけ届けたいなと思います。この T シャツ欲しいっていう方は9日のイベントに参加した方がいいってことですね。そうですね、ちょっと色がちょっと違うかもしれないんですけど、そのイベントに参加していただければもらえるかもしれないっていうことですね。ではここから本題に行きます。ワールドカップアジア二次予選、サウジアラビアで行われたアウェーシリア戦、はい、日本代表が5-0で勝利しました。またしても快勝でしたが、はい、この試合を振り返ってみてどうですか。まあ二次予選をずっと口酸っぱく言ってきてるんですけど、やっぱ何点差で試合が終わるかっていうことをね、本当にこうずっと言ってきてるんですけど、ベッドでかけてもいいぐらい、もう必ず日本が勝つっていうことはもう当たり前なことで、何点差つけるかだけを僕らからしたら見ていかなきゃいけないのかなというふうに思います。今回のシリア戦は、前回よりミャンマー戦よりはレベルは少し上がってきたのかなというふうには思いますが、やっぱそれでも 5-0 ですね。やっぱり大人と子供の戦いになりましたね。よくお相撲さんたちがイベントで子供たちを相手にして5、6人ぐらいをね、抱えながらいろいろこう触れ合いながらイベントするんですけど、まあそのような感じですね、今日も。ミャンマー戦、シリア戦と2試合で10得点。はいというのはちょっと日本強すぎませんか。いやもうね、レベル次元が違いますね。もうシリア、ミャンマーは日本の相手になるようなサッカーではやっぱ国ではないと、もう
何個上の段階で戦っている日本がやっぱりね、これぐらいの相手だと少なくとも 3,4 点は当たり前になってくると、ちょっとこうレベルが違うなと、戦っている舞台が違うと、それぐらいのレベルの差が出てくる試合ですね。それでは、今回シリア戦の採点をお願いしたいと思うんですが、はい、今回の平均点は何点にしましょうか。はい、いや、 やっぱこの間のミャンマー戦よりも少しだけは上なんで、前回2点だったということで今回3点にしましょう。それでは、まずは、ワントップで出場しました、はい、ミャンマー戦に続き2試合連続ゴールを決めた上田綺世選手、はい、何点でしょうか。いや、今回もね、前回に続き、非常に良いパフォーマンスをしてくれました。ゴールだけではなく、少しね、ポストプレーのところでもレベルアップを見せたところがあったと思います。例えで言うと、一回ね、くさびにボールが入った時に上田選手がちょっとフリック気味でね、森田選手にパスを出して、森田選手がちょっとシュートを犯してしまったんですけど、ああいったところは、少しこう上達が、進化がちょっと見えてきたところではありますね。今回の MVP にしようと思ったぐらいですけど、3点取ってくればまた MVP にしようかなと思ったんですけど、でも今回は本当にいいプレーしてくれました。まだちょっと物足りなさとか周りとの連携が少し良くないのかなっていうところもありますが、少しずつは良くなっているような感じもします。今日は 4.5 でございます。高得点ですね。結構ね、いいプレーをしてくれました。少しね、自分の世界から少し首出してきた、だから何言ってんだって思われる、少し自分のこうバーブルから少し首を出してきて、周りちょっと見えるようになってきたと。この周りを見えることによって自分のプレーの幅も増えてくると。まだほんのちょっとしか出てきてない、もう少し周りをうまく使えれば自分もね、さらにこう引き出しを増やすことになるんですけど、少し周りがどこにいるとか、どういうプレーをしたらいいんだとか、周りをどうやってうまく使ったらいいんだっていうことを少しこう気づくようになってきたと。まだできてるとはいえ、少しこう、あ、こういうプレーしたら周り行かせるんだなとか、今まで自分が自分がって、自分が何とかしなきゃいけないとか、自分で強引に行かなきゃいけないとか、まあまあ昔のシュートで言えば、こう本当にこう腰をひねりながら左でドーンって打ったシーン、うわすごいんだなってみんな思われるかもしれないんですけど、あれは強引すぎてね、結局はそこは枠持っていけないと。だからちょっと周りを使えればもっと自分がいい形になっていく、いいところでボールもらえる、いいプレーができるんだなって少しだけはちょっと見えてきたのかなと思います。そんな、少し成長が見えた上田選手の得点目、はい、まあ、はい、伊藤洋輝選手のクロスから伊藤純也選手、はい、頭で落としてのこのシュート、このゴール内容とはいかがでしたか。まあ、これはまあフォワードならのゴールですよね。もうセンタリングは自分に来ないと、まあ、一回行って動き直して、まあ、ジュニアの落としが、ちょっとジュニア俺の DVD 見たかな、あの落としは俺らしいなと思ったんですけど、素晴らしい落としでね、ちゃんといい形でゴール決めれたんですね。とジュニア選手のヘディングでの落としはトゥーリオさんを彷彿させましたか。それはね、俺のちょっと YouTube の映像見たのかなと。俺が現役だった頃、あの落としがもう職人だったんでね、少し俺を思い出させるような落としでしたね。2点目も伊藤純也選手のアシストに滑り込んだ形でのゴールでしたが、はい、ここはどうでしたか。いや、それはまた別ですね。それはまあ決めて当たり前、あの右サイドであれだけの崩しができる日本がいるからこそレベルが違うと。そういう崩しの方が、まあ、どっちかといったら俺の目が行くところですね。だからゴールキー最後の最後に、まあ、ゴールとしてね、飾ったのが綺世選手ですけど、あそこで3、4人ぐらい使って崩して、右サイド崩したところに注目をしなきゃいけないのかなと思います。ゴールよりもね。2試合で5ゴールとしっかりと印象付けた形になりましたが、ワントップ争いっていうのは頭一つ抜け出しましたか。
なぜ一つちょっと出てきたのかって言ったら、まあ頭一つではないと思うので、本当にこうおでこぐらい出てきたのかなと思いますね。なぜそう考えるかって言ったら、やっぱり浅野選手を真ん中じゃなくて左で使った森保監督がいたわけですよね。そう考えるとやっぱトップには綾瀬がいるんだっていうことを少し見てみたいんだと、少しこうおでこぐらい出てきたのかなというふうには思いますね。だからちょっとこう、先が見えてきた綾瀬選手ですね。続きまして、ほぼ全てのゴールに絡み圧巻の4アシスト、はい、右サイドで先発した伊東純也選手、何点でしょうか。はい、いや、純也選手は少し試合の流れ、自分のところで突破とか少しはちょっと見当たらなかったところもあります。これぐらいの試合だったらもう100回ぐらいセンタリング上げてもいいぐらい、それぐらいのレベルの選手です。全得点に絡んでるっていうのもありますが、ちょっと純也らしさからはシュート強引に持っていくとか、左でドーンっていくとか、やっぱいつもウイングには少し厳しさを違う目で見なきゃいけないと。なぜかって言ったらそこが日本代表の生命線であるということを考えると、でもやっぱ全得点に絡んでると、もう少し欲しかったと。1得点、2得点、3得点ぐらいね、強引に貪欲に取っていくとさらに純也選手の良さが出てくると。でも今日の試合を通してね、4得点にも絡んだらやっぱいい点数つけなきゃいけないと、純也には 4.5 ですね。攻撃面でちょっと物足りなかったということですか。そうですね、やっぱりあれだけ押し込むとね、どうしてもやっぱ個人技でどうにか突破しなきゃいけない、どうにか相手を抜いてセンタリングなりドリブルで、剥がしていかなきゃいけないというところもあって、少し今日は様子を見ながら、だから逆サイドのところからそのアシストだったりとか、まあ、綾瀬の2点目をアシストしたところ、非常にこうらしさ見えたんですけど、あれを何回もしなきゃいけないのかなというふうには思いますね。今回、右サイドバックで、出場して菅原選手とのこの縦との相性っていうのはいかがでしょうか。はい、やっぱりね、今日はそんなに純也、伊藤純也選手がそんなに仕掛けなくてもいいぐらいっていう試合にちょっと見えつつあったかもしれないんですけど、やっぱそれ菅原の勢いがどんどん後ろから出てくるっていうことを、まあここまで来るんかって、ここまで点取りたいんだっていうのを、あったからこそ純也も仕掛けるのは少し減ったのかなと。コンビとしては非常にいい感じになってきましたね。純也が右に張らすと立ってのところで、ちゃんとゴーライン上でポジションを取ると菅原選手は中からオーバーラップしていくと、中からサポートしていくと、逆に純也選手が中に入ると菅原選手が外から回っていくと、この連携っていうのは非常に日本代表にとってはこれからも生命線になるのかなと思いますね。司令塔で先発しました久保選手、はい、豪快なミドルシュートで先制ゴールも決めましたが、はい、何点ですか。やっぱ今日の MVP です、相変わらず試合の流れをどんどん読むようになってきていると。これはね、森保監督にいい悩みになってきますね。中盤でその真ん中でね、ダブルボランチの前で使うことになっていくのだろうなと。だここには遠藤がいて、森田がいて、鎌田選手がいるんですけど、少し久保選手の存在がどんどん出てきましたね。もう右で絡んだりとか左で絡んだり、今日の一得点もやっぱ相手が引いてるからなかなか中から崩していかないと、じゃあミドルシュートでどうにかしようということを、やっぱりこの試合何が要求されてるか、その要求されているものにどうやって応えるんだっていうことを、少しこう大人のサッカーにどんどんこう成長してきてるかなと。今日の久保選手が MVP でございます。点数は5点です。久保選手 MVP。 そうですね、これはね、少し玄人の目には
じゃあどうやってあの何20何分どうやってこうなかなか崩さないんだな、なかなかシュートまで持っていけないんだなって、中からどんどんスルーパス入れてもなかなかこうスペースがない、サイドからもちょっと仕掛けが少ないと、今日はその選手が左に入るとやっぱどうしても右足だけになってしまうと、左足のセンタリングが少しこう精度が上がらないと、じゃあどうすればいいんだっていうことをみんなサポーターたちも思ってたところで、久保選手のね引き出しからドンとミドルシュートが出てきたと、あそこでもう相手が崩れたと、だからそういうところできちんとあのポイントを抑えられるぐらいの選手になってきたと。何が要求されてんだ、この答え、この要求されてるものにはこの答えはこれだっていうことを自分の引き出しから出してくれるっていうのが、これは頼もしいですね。非常に良かったプレーです。久保選手は後半46分のフリーキックでちょっとトリックプレーのような形で菅原選手のシュートを演出しましたが、このフリーキックのプレーっていうのはどうでした？いや、あのよく菅原選手に蹴らしたのかなと思いましたね。でもあれ入れてなかったらこれで、久保選手にちょっと勝つ入れようかなと思ったぐらいですね。そんな菅原選手に蹴らすんじゃねえぞと思ってたら菅原選手が入れてくれましたね。まあそんないいシュートじゃないんだけどね、キーパーがちゃんと止めれるシュートなんですけど、まあ入ったんで何とも言えないです。別に結構すごいトリックだったんじゃないんです。ただ単にボールをちょっと転がしただけです。セットプレーで今まであまりこう得点が見られなかった日本代表っていう中ではちょっと違いは 見えた感じですか？いや、あのセットプレーで入ったっていう、あの直接フリーキック、まあ、ちょっとねちょいんってこう転がして蹴ったんですけど、うん、あれは入ったとは俺からしたら評価はできません。むしろセットプレーで入ってほしかったのが綾瀬のヘディングですね。ちょっとガチャガチャってあのキーパーのところで、まあ、オフサイドだったっていうのもあったんですけど、あそこで入ってれば、ああセットプレーで評価できるんだなっていうふうになったんですけど、やっぱなんだかんだ入らないですね。左サイドで先発した浅野選手、はい、何点でしょうか？はい、やっぱり自分がトップだっていうことをおそらく思ってるだろうし、トップで一番結果出せるというふうには思ってると思います。今回の綾瀬の先発で左にバッティングされたところでは、守備では頑張れるんですけど、やっぱ1対1になると特に引かれた相手だとなかなか自分のスピードを発揮できないと、やっぱ裏にスペースがないと、スルーパスもなかなか出てこないと、そうなると自分で仕掛けなきゃいけないと、その自分で仕掛けることによってもう右足ばっかりになってしまうと、で左だとインカーブになっていくんですけど、やっぱりね少し物足りなさがあります。今回のプレーは、良くもなく悪くもなく平均の3点でございます。ドマ選手などが、まあ、怪我等でちょっと左サイドになってしまったという形なんですが、ウイングとしての浅野選手っていうのはどう評価されますか？引かれた相手に対してね、自分で短いドリブルしなきゃいけない、本当に短いスペース狭いところでの突破が必要になると、そこまでの技術は浅野選手にはないんです。やっぱりスペースがないと自分の能力を発揮できない選手ですから、このような相手だと浅野選手を使うよりも相馬選手であったりとか、やっぱ三笘選手であったり、少しこう技術面も含めて1対1の突破が優れた選手を使っていかなきゃいけない。じゃあ1対1の突破ってスペースあればまた違いますけどね、今回もどう見ても相手が引かれてると、もうハーフコートゲームになるような、どんどん日本が攻め続けられる試合だと少し浅野選手をあそこで使うのが、少しこうレベルが落ちるのかなと思います。なぜかというと、その1対1の狭いところの突破っていうのが少しこう得意ではないのかなと思います。集まれOh!
ケチ。This is a shakedown. Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será?